はい、皆さんこんにちは。ということで本日企画はこちらとなっております。ドドン、はい、秋キャンプ行ってきたよとなっておるわけでございます。はい、ありがとうございます。さあキャンプに出発するよと声かけておるわけでございますが、大ちゃんもヤモちゃんも全然動きがございません。こんな感じでダラ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 と過ごしておるわけでございます。はい、早く行きますよと、はい、もうキャンプもうそろそろ行かないと、ちょっともう時間も時間だから行くよと言ってるんでございますが、全く動かないわけでございますね。我が家のワンニャンはお前ら杭でも刺さってんのかと、なんか固定されてんのかといった感じなので、大ちゃんはねこっち入ってくださいねと誘導いたしまして、こんな可愛いプリチーなねお尻をプリ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 させながらカバンの方にインしていくわけでございます。さあ、そして外に出たらもうこっちのもんでございます。ヨモちゃんもなんだかんだ外に出たらワイワイワイといった感じでね車に乗り込んでいくわけでございます。さあ、乗り込んだ瞬間はですねこんな感じでダラーっと過ごしてまして、だるそうにしておるわけでございますが、一旦車が走り出すとこの笑顔でございます。うわー、どこ行くわんと、あ、楽しみだわんと、あ、こっちの道知ってるわ、もしかしてキャンプ行くわんといった感じのねルンルン笑顔となっておるわけでございますね。さあ、我が家からだいたい30分ぐらいで着く、もう激地下キャンプ場、普通非日常空間がね広がるキャンプ場なんでございますが、30分っていうともうほとんど我が家から景色は変わりません。でもまあキャンプの方楽しんでいこうかなと思っております。よろしくね。さあ、無事キャンプ場に到着いたしまして、おしゃれなカメラアングルでのスタートとなっておるわけでございます。さあ、こちらの撮影裏をご覧ください。こんな感じでカメラセッティングしてデブの父ちゃん走りまくっております。はい、頑張っているんでございますよ。よかったらね高評価ボタンの方押していただけたら幸いでございますね。さあ、まずはヨモちゃん大ちゃんを下ろしまして、その後荷物を下ろしていくわけでございますが、こちら前回の映像ですね。さあ、こんな感じでガシャンとガシャンとなりそうなので、父ちゃんこううまいことねこう支えながらやったわけでございますが、結局ちょっと落ちるという感じでございますね。さあ、こんなお茶目な一面を見せている父ちゃん、好感度が爆上がりだと思うんでございますが、さあその後ろで、我が家のワンニャンは自由すぎてね草となっておるわけでございます。さあ、そんなワンニャンの横でですね、父ちゃんはテントの設営をしていくわけでございますね。さあ、こんな感じで骨組みの方を通しまして、さあ一個一個立てておるわけでございますね。まあ父ちゃんも今回でキャンプが3回目かな、自分だけで来るのは、まあなのでまあちょっと苦労しながらではあるんでございますが、まあ前よりはねだいぶ手慣れてきたかなといった感じでございますね。前まではこう説明書片手にじゃないと立てれなかったテントなんでございますが、もう最近はねてってこと立てれるようになったわけでございます。こんな感じでねパパパッとやっておるわけでございますが、実は反対やったなといった感じでございますね。さあ、ヨモちゃん大ちゃんに若干邪魔されながらもですね、無事テントの方が完成したわけでございます。さあ、この辺でねまあちょっと休憩も兼ねてカメラの充電でもしていこうかなといった感じになっておりますね。さあ、こちらのねエコフロ様からいただいて電源なわけでございますが、とてつもなく便利で父ちゃんは感動しておるわけでございますが、なんと今セールが開催されているわけでございます。いろんな種類があるわけでございますが、なんとこちら最大 50% オフ、あー素晴らしい、エコフロー最高素晴らしいといったところでございます。しかもなんとこちらのセールとね併用可能な5000円クーポンの方をいただいております。あーありざすありざすありざすでございますね。さあ、ご興味ある方はぜひぜひ概要欄からねチェックしていただきまして、ご購入検討いただけたら幸いでございます。まあそんなこと言うとりましたら、電気ケトルでお湯が沸いたわけでございます。さあ、これも電源があってのものとなっておるわけでございます。さあ、こんな感じでおしゃれな角度で撮っておるわけでございますが、実はですねこんな感じで父ちゃんグイッと上からやったりしてるわけでございます。これめちゃくちゃ苦労しとんねんでといった感じでございます。さあ、一段落しました。父ちゃん、さあ大ちゃん、ヨモちゃんとまったりとコーヒーを飲んでおるわけでございます。あーおしゃれ、あーおしゃれでございますね。これはもうおしゃれすぎて、ちょっと父ちゃん一句呼んじゃおうかなといった感じでございますね。おしゃれにね、キャンプしたけりゃエコ風呂といった感じ、あーお後がよろしいようでといった感じでございますね。さあ、父ちゃんのね新たな圧倒的な才能に打ち震えてると思うんでございますが、のんびりと散歩の方に行ってまいります。さあ、こちらおしゃれに決めた父ちゃんがね、大ちゃんヨモちゃんとお散歩に行っておるわけでございますね。さあ、こんな感じでヨモちゃんも大ちゃんもルンルンでお散歩しておるわけでございます。もう自由に散歩しすぎてね、もうリードすらいりませんよと、まあ去年からの貸し切りなので自由に使ってくれていいですよと言われておるんでございますが、本当にもう自由すぎて草となっておるわけでございます。そしてこんな感じでキャッキャウフフと走り回っておるわけでございます。本当にお前ら犬かいといった感じでございます。さあ、無事戻ってきまして、大ちゃんのんびりタイムでございます。あー楽しかったにゃんと、あ満足だにゃんと、あこんな感じのんびりするにゃんといった感じでございます。ヨモちゃんはこんな感じでおっぴろげでございます。さあ、女の子なことを忘れておりまして、大事なところもすべておっぴろげスタイルとなっておるわけでございます。ゴロ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 とやっておるわけでございます。さあ、我が家のワンニャンはですね本当にフリーダムでございます。自由奔放に生きておるわけでございます。さあ、尾崎豊も言っておりました、学校や家には縛られたくないといった感じでございます。ヨモちゃん大ちゃんも縛られずにこんな感じわーいわーいといった感じでね走り回っておるわけでございますね。さあ、こちらのキャンプ場ですね、本日父ちゃん2回目なわけでございます。奥の田ヒルズという
というね、父ちゃん家からほど近いあのキャンプ場になるわけでございますが、こんだけね、あのヨモちゃん大ちゃんを自由に遊ばせれて、しかもこれ貸し切りでね OK っていう感じなので、もうとても助かっておるわけでございます。大ちゃんもこんな感じでドラム缶ブロス、なんだにゃんこれといった感じでうろうろしておるわけでございますね。まあ、ある程度遊びましたら、まあ2人ともねのんびりと探索しておるわけでございます。ヨモちゃんなんかこんな感じでグルーミングみたいなことをしておりまして、大ちゃんは大ちゃんでね、こんなんか平均台みたいな感じでてってこと遊んでおるわけでございます。そしてこのプリチーなおちり、あーかわいらしいでございます。まあそんな感じでゆっくり過ごしておりましたら、お友達が到着でござんす。さあ、こちらのね、あのキャンプ場のオーナー様のワンちゃんメルちゃんが到着でございます。あの前回夏もね、あのヨモちゃんと一緒に泳いで楽しんだわけでございますが、ヨモちゃん久々の再会でもいきなり襲いかかっておるわけでございます。よく来たワンと、あ、ゆっくりしていくワンといった感じでございます。こんな感じでやったワンと、あの大歓喜なわけでございますが、さあそれもそのはず、もうメルちゃんとね一緒に川に入るのがヨモちゃん何よりも楽しいわけでございます。こんな感じでわーい、早く可愛い子ワン、可愛い子ワンと、あのてってこと走り回っておるわけでございます。まあ、皆様ご存知の通り、ただいま11月でございまして、普通に川めちゃくちゃ冷たいわけでございますが、このゴールデンにかかればね、あのそんなこと関係ありません。わー、かわいくわん、やったわん、わーはーといった感じで2人でてってこと、あの下っていきまして、もう早速ジャブやっておるわけでございます。さあ、夏にお邪魔した時にですね、こう一緒に泳いだ楽しい思い出がもう早速蘇ってきたみたいでですね、もう2人で川遊びはもう楽しくて仕方がないようでございますね。もうヨモちゃんこんな感じで、あー、行くわん、ジャブ泳ぐわん、バチャバチャするわんといった感じでね、あのくっそ冷たい川の中で2人とも元気よく遊んでおるわけでございますね。さあ、ヨモちゃんですね、あの1人で悠々自適に泳ぐ、あののんびりとね泳ぐ川も好きなわけでございますが、友達とねこうやってあのジャブ遊ぶのも大好きなわけでございまして、こちらの枝を加えて、これヨモギのだわん、いいやメルのだわんみたいな感じでね、2人で仲良く遊んでおるわけでございます。本当に微笑ましくて癒し映像となっておるわけでございます。そして水好きすぎて、こんな感じでジャブと顔をつけております。もうヨモちゃんがね、なんか川に行きすぎてどんどんレベルアップしておるわけでございますね。さあ、こんな感じで川の妖精さんになっておるヨモギちゃんでございます。さあ、みんなにね水をまき散らしながら、早速駆け上がっていくメルちゃん、さあヨモギも駆け上がっていきますね。本当に君たち元気だねといった感じでございます。さあ、上に着いたでまた元気、さあずっと走り回っておるわけでございます。キャーキャーウフフと、待てといった感じでずっと走り回っておりまして、君らの体力無限かといった感じでございますね。もうこういうテンションでずっと小1時間ぐらいはねずっと遊び続けるわけでございますね。まあよう川入って寒い中あんだけジャブ遊んで、そして上がってきたでね、こんな感じで走り回って元気だなと、本当にこう感心するわといった感じでございますね。まあその頃一方大ちゃんはですね、こんな感じでテントの中でのんびり過ごすにゃんと、大豆はマイペースにやってるから、こっち気にせず好きにやってくれにゃといった感じでございますね。さあ、こちらの方ですね、せっかく来たんだからテントサウナやろうよと、あの声かけていただきまして、あの準備の方をしていただきましたね。あのこちらテントサウナ、あの父ちゃん初体験なわけでございます。どんなもんなんだろうと、あんま父ちゃんあの銭湯とかサウナとか行かないわけでございますが、こう入ってみておっかなびっくり玉手箱でございます。これめちゃくちゃいいやないかといった感じでございます。まあ11月でね、もう結構寒くなってくるわけでございます。まあその中ね、このテントサウナであのずっとこう温まりまして、でこうあっちあっちになり、ね、なりまして、そのあっちあっちのままですね、ドラム缶風呂の水風呂にジャブーンとこう浸かるわけでございます。はい、もうトドの水浴びでございます。誰がトドやねんと、はい、こういったノリツッコミをしてあの皆様を盛り上げているわけでございますが、こう限界まで熱々になった体を水風呂でシャッと冷やして、最後こう外気浴で整えていくというね、これたまらんなと、この後のビール最高やだといった感じでございます。では夕食の準備をしてまいります。さあ、夕食の準備をしながらヨモちゃんメルちゃんをねこうやって乾かしておるわけでございますが、電源があればですね、こうやってもうささっとあのワンちゃんを乾かすのもお茶の子さいさいでございますよ。もう最高やなと、もう外でドライヤー使えの神すぎるやろといった感じでございます。さあ、こうやって乾かしていただいている横でですね、父ちゃんは薪割りをしておるわけでございますね。さあ、父ちゃん毎回キャンプに来たら薪割りをしてですね、この火起こしをするわけでございますが、今回も全然つかないわけでございます。でも今回は強い味方がいるわけでございます。こんな感じで金属を削って、でピャってやったらつくよと、あの初めて父ちゃんあの人からちゃんと教えてもらいまして、こうやってねやったら、おお、ついたやんと、すごごごと、あ、これはもう価値格やといった感じで、こうやってガーッと火をあの起こしまして、よし、じゃあこれをぶち込んでいこうといった感じなんでございますが、気づいたらですね、あらららら、消えてもうたやないかと
いった感じでございますね。さあこうなったら当時やることは一つでございます。文明の利器を使って着火剤をぶち込んで、さあ火を起こしていってやろうやないかといった感じでございます。そうなんです、もう火起こしなんて自分でする必要はないんです。文明の利器に頼ればいいんですよ。こうやって着火剤をぶち込みや、もう簡単に火が起こるわけでございますね。まあそんなこと言うとおりましたらですね、お腹ペコペコなわけでございます。さあこちらの電源を使って IH でね、お鍋の方しゃぶしゃぶの方していこうかなといった感じでございます。こう外でね、こうちゃちゃっと IH でできるのもう神やなといった感じでございます。さあヨモちゃん、大ちゃん用のご飯も用意したわけでございます。大ちゃん用にささみの方を茹でましてですね、どうぞと分け与えに行ったらですね、すぐにハイエナヨモギが来るわけでございます。ヨモギの欲しいワンといった感じでございますので、大ちゃんカバンの中に入っていただきまして、こちらの方でゆっくりとささみの方を召し上がってくんなましといった感じでございますね。もちろんヨモちゃんにもございますよ、お鍋の方を用意しておるわけでございます。さあお肉にお野菜お豆腐にと、はい、こんな感じでよりとり緑となっておるわけでございますね。さあ人間もですね、寒い中食べるお鍋は最高なわけでございますが、ワンコも一緒でございますね。まあ少し冷ましてあげましてですね、こうやって手作りのさあ水炊きでございますのでね、まあ味はついてないわけでございます。ヨモちゃんもメルちゃんもおいしいわんおいしいわんといった感じでね、もう夢中で食べ狂っておるわけでございますね。さあこんな感じでね、2人とも一瞬でペロリと食べ終わりまして、また肉くれわんと、もっと肉くれわんとぐい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 来ますので、ちょい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 お肉をしゃぶ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 しましてですね、ヨモちゃん、ダイちゃん、そしてメルちゃんに分け与えたわけでございます。もちろん父ちゃんたちも、しっかりと食べていったわけでございますね。さあこんな感じでお肉を狙う猛犬たちの目がえぐいことになっておるわけでございますね。ギンギラギンにさりげなくとなっておるわけでございます。お肉くれわんと、すぐにお肉くれわんといった感じでずっとこうやってね、来るわけでございまして、とりあえずお肉の方を分け与えていくわけでございますね。さあ人間たちはですね、サウナでほてった体にビールを流し込んで、その後熱々のお鍋をつついて、でワニャンたちはですね、お肉を食べて、のんびり遊んで、こんな感じで大ちゃんは帰るにゃといった感じで自分で帰っていくわけでございます。お利口すぎるやろといった感じでございます。さあそんな感じで楽しんでおりましたら、だいぶ電源の方が減っておるわけでございます。ご利用は計画的にといった感じでございますが、まだまだ鍋は終わりませんので、 IH フル活用となっておるわけでございます。さあこんな感じで大ちゃんひょっこりと顔を出して、うん最高だにゃと、あキャンプ楽しいにゃといった感じでございます。そしてそんな様子をね、メルちゃんが覗きに来たらですね、荒ぶる大豆でございますが、おりゃーと猫パンチをしておるわけでございます。メルちゃんも思わずびっくりですね、なんで殴られたのといった感じでございます。そしてたまたま近くに来たヨモギもなんでか殴られておるわけでございますね。ついでに殴られて、なんでなんでみたいな顔をしているのがね、二人とも可愛らしいなといった感じでございます。本当にね、ゴールデンは穏やかでお利口ちゃんでございますね。さあそして最後の締めのおうどんでございます。さあおうどんの方もね、メルちゃんとヨモちゃん、ペロリと食べまして、人間もお腹いっぱい、ワンちゃんたちもね、若干お腹いっぱいではないかもしれないですね。もっと食えるわもっと食えるわんといった感じでございましたが、こんな感じで、夜が更けていったわけでございます。さあメルちゃんはですね、ちょっといたずらしてこんな感じでね、ダメじゃないかとよちよちされておるわけでございます。めちゃくちゃ可愛らしいでございますね。まあ一人でね来るキャンプは楽しいわけでございますが、やっぱりこうやってね誰かとご飯食べたり一緒にこうお酒飲んだりっていうのが何よりも楽しいなといった感じでございます。そろそろ就寝タイム。さあさあテントの方に戻ってきましたペロリンズでございます。こんな感じでヨモちゃん用のコットを出しまして、こんな感じでのんびり過ごしておるわけでございます。ダイちゃんもね、父ちゃんのさ寝袋の上に乗っかって、ああ眠たいにゃと、一緒にすやすやねんねするにゃといった感じでございますね。まあ、二人ともいっぱい遊んでね、いっぱいご飯食べたのでもう満足ですね。あとはもう寝るだけでございます。こんな感じでもうすでにね、もう すぐにうと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 し始めたわけでございます。ダイちゃんもヨモちゃんもこんな感じで、ああ幸せだにゃ幸せだわんといった感じでございますね。で父ちゃんはね、思ったわけでございます。これ寒いなと、若干寒いのでちょっと暖房つけるかといった感じなのでございますが、パーセントの方がね、あと 2% しかないなといった感じでございます。でもとりあえず寒いからつけたわけでございます。もうとりあえずつけようと、もう寒いからつけようとやったらですね、もうすぐに切れてしまいました。切ないわけでございます。まあこのままね、寝袋にくるまりまして朝まで寝たわけでございます。さあそんなこんなで無事朝を迎えたわけでございますね。まあ秋口っていうのもありましてですね、まあ寝袋にくるまれば、まあ、そこまでねもう凍えるほど寒かったっていうほどでもなかったのでね、寝袋の方で快適に、寝たわけでございます。さあこんな感じでね、朝日が昇ってからの様子となっておるわけでございますが、大ちゃん山ちゃんこんな感じでのんびりやっておるわけでございます。そしてね、まず我が家の恒例でございます朝川でございますが、大ちゃんも向かっております。ああ川行くにゃんといった感じでございますね。自分でてってことてってこと下っていくわけでございますね。まあこれもですね、先にヨモちゃんが
がチャ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 っとあの川に行っておりまして、まあ、その様子を大ちゃんが見とってですね、あ僕も行きたいんやといった感じでこうやって後ろテッテコテッテコとついてきておるわけでございますが、めちゃくちゃ可愛らしいわけでございません、ね、朝のお散歩最高だにゃといった感じでね、ヨモちゃんの後テッテコテッテコとついていく弟大豆がめちゃくちゃ可愛らしいわけでございます。そして姉のヨモギはこんな感じですね、朝川の妖精さんとなっておるわけでございます。こんな感じでシンパフリフリ出しまして、なんだワンといった感じの表情でこちらを見つめておるわけでございますね。まあヨモちゃん本当に楽しかったみたいでですね、まあ昨日はねあのメルちゃんと一緒に遊んで、朝はこうやってね朝川で一風呂あの一川かあの浴びまして、こんな感じでルンルンで遊んでいくわけでございます。そして大ちゃんもその様子を見ましてですね、あー最高だにゃと、あ大豆は川には入らないけどここはあの散歩するにゃといたかでずっと心ゆくまで遊んでおるわけでございますね。さあある程度あのできましたらですね、もう戻っていくよと、父ちゃん片付けの準備するよと、もう撤収の準備するよといった感じでございますね。そして上に帰ったらですね、ヨモちゃんこんな感じで日向ぼっこでございます。あのもうドライヤーがあの電源がなくてですね、使えないので、あの天然に乾かしていってねといった感じでね、太陽の下で乾かしておるわけでございます。さあそして、大豆くんもですねこんな感じでゴロンゴロンニャンといった感じでね、あの痩せをなくしてお腹をおっぴろげにしておるわけでございますね。まあそんな様子を見ながら父ちゃんの方は片付けをしていくわけでございます。さあまずは中の方ですね、一個一個まとめて片付けていくわけでございます。この撤収がね結構めんどくさいわけでございますが、まあこれもやらないとね帰れないわけでございまして、頑張って気力を振り絞ってやっておるわけでございます。さあそしてテントの方がですね、若干濡れておりましたので、こうやって日に当てて乾かしておるわけでございまして、まあこの間暇なので大ちゃんヨモちゃんちょっと散歩行きましょうねといった感じでございますが、こんな感じで自由に散歩するわけでございます。めちゃくちゃ可愛らしいでございます。てってこてってこと走り回りまして、大ちゃんがねこんな感じで、あー楽しいけどもう疲れたにゃ動きたくないにゃといった感じでゴローンとやっておるわけでございます。おい運動せんかいと、お前散歩来てんねんぞといった感じでございます。父ちゃんにこうやって強制送還されておるわけでございます。さあ抱っこしてね、テントの方戻っていきますよといった感じでございますね。まあ近くまで戻ってきたらこうやって勝手に歩いていくわけでございまして、まあなんだかんだね大ちゃんもほんと堪能しておるわけでございまして、ああもうすぐ帰るんかにゃと、もうちょっとのんびりしとってもいいにゃといった感じでね、ツンツンとやったら、あブル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 とあのめちゃくちゃ足をねブル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 やっておるわけでございます。めちゃくちゃ可愛らしいなといった感じでございますね。まあそんなこと言っておりましたらだいぶ乾いたので、父ちゃんテントの方の撤収となっておるわけでございます。まあインナーのテントを片付けまして、下のねこの敷いてるシートとかも片付けまして、テントの方もこうやってチャチャカチャチャカとあの手際よく片付けていっておるわけでございますね。若干父ちゃんの判決になりながらもテントの方の片付けが無事終了しまして、最後お散歩しておるわけでございますね。さあ帰りのお散歩タイムとなっておるわけでございます。大ちゃんゆっくり楽しんでいきよと、もう帰るよといった感じでございますが、ヨモちゃんとこんな感じでねチャ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 とあの駆け回って帰ってきたわけでございます。あとはもう荷物積み込んで終わりでございますね。さあ大ちゃんヨモちゃんの方に一旦退避してもらいまして、荷物の方をねあの積み込んでいこうかなといった感じでございます。こうやって一個一個積み込んでいきまして、父ちゃん無事帰宅の準備完了となっておるわけでございますね。本当にキャンプね大変なんですけど、やっぱ楽しいわけでございます。何よりヨモちゃん大ちゃんがね心ゆくまで楽しんでくれて最高だったなといった感じでございます。さあ本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。よかったらお化けの方も見てね。バイバイ、ありがとうね。はいはい、本日も最後までご覧いただいて誠にありがとうございます。さあ、キャンプの方、皆様いかがだったでございましょうか。こちら帰る前の様子となっておりますね。さすがにヨモちゃん、ダイちゃんも若干お疲れモードでございます。そりゃそうやんねと。昨日あんだけ遊んで、朝からこんだけお散歩したりね、朝川行ったりして、いっぱい遊んだので、もうちょっとお疲れかなといった感じでございますね。まあ、この後帰ったらですね、ちょっと汚いので、お風呂に入れていこうかなといった感じでございますね。まあ、それはね、次回の、動画配信になってくるかなと思っておりますので、まあ、そちらの方もね、引き続きご覧いただけたら幸いでございます。さあ本日も最後までご覧いただいて誠にありがとうございます。さあキャンプの方が楽しかった、面白かった、おしゃれだったよという方はですね、ぜひぜひチャンネル登録、そして高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあまた会いましょうね。バイバイ、ありがとうね。